虎に翼、ずっと好きだった、ユーさんが虎子への秘めた思いを明かすも、二人は、政略結婚の道へ。伊藤沙莉主演の NHK 連続テレビ小説、虎に翼、総合、月曜から土曜8時他の第35回が17日金曜日に放送され、虎子、伊藤沙莉と、ユーさん、中野太賀が婚約。ユーさんが内に秘めていた虎子への思いを告白した。晴れて弁護士になったものの、性別を理由に、なかなか依頼をしてもらえずにいた虎子。社会的信用を得るために結婚をしようと相手を探していたところに、それ僕じゃダメかなと言い出したのが、いつも虎子のそばにいたユーさんだった。虎子はユーさんの提案を受け入れ、直言、岡部隆と春、石田ゆり子に報告。父、直言は、複雑そうな表情を見せたが、母、春は、その手があったか。と目を丸くして喜び、二人の政略結婚を祝福した。めでたく婚約が成立し、職場で、運の塚地武みやびにも報告すると、虎子はついに弁護士として、初めての仕事を引き受けることに。報復に身を包み法廷デビューを果たした虎子は、紙切れ一枚でこんなに状況が良くなるなんてと、婚約の力の凄さを身をもって感じたのだった。その後、結婚式代わりの写真撮影を終えた虎子とユーさんは、その夜布団を並べて、一緒に寝ることに。気まずそうな虎子に、ユーさんは、トラちゃんには指一本触れたりしないからと声をかける。しかし、まあ、僕はずっと好きだったんだけどね。トラちゃんが、と、本音がポロリ。ユーさんのうちに秘めた思いが明らかになり、視聴者からは、松見さん、どんな形であれトラちゃんにずっと好きだったが言えてよかった。トラちゃん、雄三さん、おめでとう。ユーさんとの結婚の効果で、初弁護できたのは良かったなど、祝福の声が多く寄せられていた。